おはようございます。朝4時半です。もうね、だいぶ明るくなってきたみたいですね。まだ暗いですね。お天気がわかんない。お天気は大丈夫そうですね。寒い。すごい、まだ皆さん寝てますね。5時50分です。じゃあ、トンノムネ山に向けて出発。皆さん結構起き始めましたね。テントから登山口はね、去年より遠くなりました。1分ぐらい遠くだったかな。はい、登山口です。こっから登ります。さあ、いきなり急登ですからね。こちら、こっちに歩きそうになるけど、こっちですね。体感的に気温は10度くらいな感じですけど、登るにはちょうどいい気温です。多分道志の森キャンプ場、標高が多分 800m ぐらいあるんでね、結構涼しいです。登山道以外も踏み跡が結構あるんでね、注意しないといけません。昨日は8時半ぐらいに寝たんですけど、やっぱ22時過ぎまでは にぎやかでした。キャンプ場結構にぎわってましたけど、ギチギチでもう場所がないっていうぐらいではなかったですね。まあ平日なんでね。おっと、しばらくなだらかだったんですけど、また急坂だ。トンノムネ山、今日はガーミンを持ってくるの忘れました。ガーミン忘れたんで GPS ログは今日なしです。まあスマホでも GPS でログ取れるんですけど、まあいいや。
結構下らされますね。おっと、木が折れて当選簿されてる。うよっ、うよっ、あ、ダメだ。いや、ここはまたきついんだ。どう見ても急登です。本当にありがとうございました。おっと、はい、一つ目のピークに着きました。雑木の頭です。これ三角点かな。違うな、違うな。はい、雑木の頭です。はい、疲れた。ここがピークってことはね、また下らなきゃいけないってことなんでね。いや、快晴ですね。すごいいい天気だ。そしてこの道が気持ちがいい。いいね。すんごい下る。すんごい下る。まあ、こんな下ったっけな。記憶にないですけど。すごい下る。さあ、トンノムの山に向けてのごっつい登りだ。段差が大きい。よいしょ。あれか、あれか、また下るの。遠い日。さて、山頂のはずです。ああ、来ました来ました。いや、疲れた。はい、トンノムの山山頂です。疲れたな。はい、富士山ドーン。いや、バッチグーですね。さあ、準備して無線をやりましょう。富士山眺めながらやりますかね。あ、三角点があるね。ここは三等かな。三等三角点ですね。はい、準備ができました。今日もね、もう RH770 のみでね、はい、冷たい無線までしかやりません。はい、頑張って今日はね、IC705 を持ってきました。でね、430SSB からね、はい、モバイルバッテリーで 10W でやっています。一応平日なんでね、違法ダンプがいますね。まあ、大丈夫でしょう、奇数なんで。やってみます。ハロー CQ430、ハロー CQ430。こちらはジュリエットエコー1、ビクターユニフォームジュリエットポータブル1、J1VUK ポータブル1、山梨県南鶴郡道志村トンノムの山山頂です。ご入関係ございましたらコールください。受信します。はい、了解です。 JJ1STD おはようございます。こちら J1VUJ ポータブル1、はい、山梨県南鶴郡道志村トンノムの山山頂ですね。はい、ソータは山梨101番ですね。ギリギリ入ってますね。5151 5151です。おはようございます。どうぞ。振り込みでなんとかって感じで、振り込みで51お送りいたします。快晴だよですね、お楽しみください。JMVUJ ポータブル1、JJ1STD、ポータブルじゃないですね。JJ1STD、はい、オタクからで、ね、51ありがとうございます。はい、なかなか厳しいですね。そんなにこの山は飛ばないですね、多分ね。はい、
ありがとうございます。朝からね、はい、今日非常に快晴でね、はい、かなり気温は低いですけどね、そんなベルボには寒くないですね。はい、富士山綺麗に見えてました。7リマ3、レポートの次回をしますね。加藤です、おはようございます。どうぞ。埼玉県狭山市です。レポート5959、59です。大変よく来ております。一番最近ですと昨年10月2200の FM モード道志村でおつなぎいただいております。今回3回目となります。SSB モード、まあ、過去はバンドもモードもいろいろバラバラです。430SSB は初めて、加藤さんとはお会いするのは初めてです。こちらもね5959で、ね、協力いただいてますね。ジリエットはインディアザーチバルヤンキー埼玉カスカです。はい、了解です。 JJ1IZY、 こちら JE1VUJ ポータブルアンです。おはようございます。はい、今日はね南鶴郡道志村、トンノムネ山ですね。はい、ソータは YN101、山梨の101ですね。レポート次回お送りしますね。おはようございます、加藤さん。こちらは JJ1IZY 埼玉カスカベです。カンパ、ありがとうございます。レポートは58でした。58でカスカベです。了解ですね。はい、58ね、カスカベからありがとうございますね。こちらからはね、5959お送りしますね。了解しました。59ありがとうございます。ジュリエット、インディア1。59。こちらもね、5959です。おはようございます。どうぞ。59ありがとうございます。59でね、埼玉市緑区、非常に協力にいただいております。はい、ベリーファインですけどもね、若干風強いですかね。移動気をつけて、ご移動ください。5959です。おはようございます。どうぞ。はい、東京練馬方に56でね、入館しております。はい、こちらはね、5959ね、59でね、協力来てますね。いつもありがとうございます。そこまでね、バイクで行ったんでしょうかね。いつもね、動画見ててね、釣りみたいなと思ってました。はい、またね、他のバンドもね、もし聞こえてましたら応援しておきます。はい、これでね、430、手話ソープになりますね。ありがとうございました。はい、とりあえずね、430SSB でね、7曲できましたね。結構できましたね、こんな早朝なのに、ね、ありがとうございました。次は2メーターやってみましょうかね。2メーター SSB。2メーター SSB ちょっとやって、終わりかな。430FM はやらなくて大丈夫そうですね。周波数お借りいたしますね。ハロー CQ2 メーター、ハロー CQ2 メーター。こちらはジュリエットエコー1、ビクターユニフォームジュリエットポータブル1。JE1VUJ ポータブル1、山梨県南鶴郡道志村、トンノムネ山山頂の移動です。1208m 山頂です。ソータ山岳アワードは JAY101 山梨の101番です。ご入館ございましたらコールください。ご入館ステーションございましたらコールください。こちらはジュリエットエコー1、ビクターユニフォームジュリエット、ポータブル1受信します。山梨県南鶴郡道志村、トンノムネ山山頂です。ソタ山梨101番、Y101 です。レポート次回お送りします。どうぞ。群馬県前橋です。400は聞こえませんでした。2メーターもですね、ちょっと、ノイズギリギリです。41、申し訳ないですけどね、41のレポートです。はい、前橋からね、41、41、41、41、ありがとうございます。こちらからね、52、52、52、取れますか、どうぞ。はい、了解です。ありがとうございます。50メガでやられましたらね、お願いしたいと思います。またどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました、どうぞ。ありがとうございました。厳しい中ね、こちら52、52、52でした。ありがとうございました、73。ありがとうございました、73。J1VUJ、ポータブル1。山梨県南鶴郡道志村、トンノムネ山山頂の移動です。ご入館ステーションございましたらコールください。受信します。はい、2メーターはね、1曲しか呼ばれませんでしたね。ありがとうございました。風が出てきた。寒い。撤収します。はい、撤収しました。じゃあ、下山します。とりあえず 430SSB で7曲、詰めた SSB で1曲できましたね。合計8曲 QSO できました。ここもねそんな飛ばないですね。埼玉の方はね比較的飛ぶ感じがしましたね。無線やってる間はね誰もね山頂来ませんでしたね。撤収してる時ね1名ハイカーがいらっしゃいましたね。数メーターがね全然呼ばれなかったですね。もう朝も早いっていうのもあるでしょうけどね。
おお、なんか新緑がいい感じですね。トンノムネ山ね、あんま飛ばないんで、近くのコモツルシ山もそんな変わんない感じかもしれないですね。まあ多少は違うでしょうけど、次はコモツルシ山に登ってみたいですね。急坂だ。まあずっと急坂ですけど、ロープは助かりますね。さあ、ついに登山口まで来ました。よいしょ。はい、下山完了。9時ちょうどですね。9時ジャスト。あ、疲れた。さあテントに戻りましょう。すごい天気だ、すごい天気だ。すごい山林レベルだ。レベルを山林に改造してますね。すごいな。はい、帰ってきました。いやーもう暑くなりました。さっきすごい寒かったのに。いやーまったりとできました。とりあえず道の駅に行きましょうかね。もうこの時間でもライダーはいっぱいいると思いますけど、まず道の駅でまったり。さあ道の駅同士です。はい、到着。すごい。さ、またソフトでも食いますかね。白桃ソフトです。うまい。さあ、毎度定番ソフトも食ったんで、行きますか。温泉行こうかな。しかしすごいな。エニツバキの夢、昨日割引券もらったんで、あのキャンプ場で行ってみたいと思いますが、あんまり近所に行ったらやめますけどね。とりあえず行ってみましょう。あと8キロ。おうちの家はね、ここ右折ですけど、今日はお休みなんです。
ゴールデンウィークお休みなのかわかんない。はい、ベニスバキの湯にありましたね。すごい路地がやっぱ何でしょうね、釣りかな。あ、ここだ、ここですね、三つ葉の湯。そうやってみんなこの辺通ってるから、この辺でいいか。はい、到着。いやー、いいお湯でしたけどね、すごい混んでましたね。露天風呂なんかいっぱいでしたね。さあ、帰りましょう。もう、はい、行きますか。今回はね、大志の森キャンプ場で、キャンプをセットアップして、次の日に本土村山で一緒にやりました。ありがとうございました。